はい、どんちゃー、笹谷です。本日もニュースをつついていきましょう。今日前半の話題は NHK の紅白歌合戦で K-POP5 組、そしてジャニーズ6組が出演するということでね、これはさすがに語りすぎだろうと思っていたんですけども、その謎が僕なりにようやく解けたのでね、その辺サクッとお伝えするのと、後半はまたもすごいお花畑論者あるあるって感じでございました。なんとなんと、ミサイルが飛んできても反撃しないことこそが日本の抑止力だと、もう意味不明すぎる展開をですね、ニューズウィークがやっていたので、この辺がっつり削りに行きます。僕の喋りを聞いて目につけとかいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずはですね、 K-POP とジャニーズが紅白に優遇されすぎちゃっている話題から、告白というサイトより見出しがですね、サッカーワールドカップ競争局と視聴数に見る NHK 紅白は若者に媚びても無駄なわけということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。先月16日 NHK 紅白歌合戦の出演者が発表された。今年のテーマはラブ&ピース、みんなでシェアで紅白をテレビやラジオで楽しみながらスマホや PC でもシェアしてほしいとの思いが込められているようだ。ちょっとなんだよこのクソダサいね、ラブ&ピースってテーマは。ロシアウクライナ戦争が起きたから愛と平和に願いを込めてってことなんでしょうか。だったらば日テレが24時間テレビでやってるのあの黄色い T シャツを借りてきてね、会場で募金活動でもすりゃいいのにね。そっちの方がはるかにラブ&ピースでしょって。がしかし、初出場組を中心に一部の若い世代以外誰と思ってしまうような露骨な若年層狙いの人選に、ハッシュタグ紅白見ないが先陣を切ってツイッターにトレンド入り。またネットではジャニーズだらけ、聞いたことない韓流多すぎるといった声も上がった本当マジでそうだよと。で、 NHK の前田会長ですら知ってる人が少ないのですみませんとぶっちゃける始末だ。おいおい、あんた会長のくせに今からもう謝っちゃうんかいと。一体紅白の人選というのはどんだけ含まれんなんだってことですよね。で、昨年の紅白の平均世帯視聴率は 34.3%、 一昨年の 40.3% から6ポイントも数字を落とした。特に個人視聴率において若い世代の下落幅が顕著だった。視聴率を安定して取るにはテレビを主に見ている中高年向けにすればよいが、各メディアでことあるごとに報じられているように未来の受信料徴収を考えていけば何としても若年に振り向いてほしいのだろう。これは盲点だったな。昨年は年末恒例のね、ダウンタウンの笑ってはいけないシリーズが放送されないということでね、それを見ていた層が紅白に流れる予想があったものの、結果は全くの正反対で、笑ってはいけないがなかったのに紅白の視聴率は大幅にダウン。でもよく考えてみたら、実はこれってすげえ当たり前の話で、もともと紅白ってつまんないよねっていう視聴者が笑ってはいけないの番組をね、見ていたと思うので、だから笑ってはいけないがなくなったからって言ってですね、じゃあつまんない紅白をもう一回見ようかとはならない。だったら違うバラエティを見るだとか、YouTube を見ちゃうだとかね、冷静に考えれば当たり前の動きなんですけどもね、マーケティング的にこれ非常に面白い動きでしたと。で、中高年が誰と思うような出場者でも、選出基準の一つである今年の活躍はしっかり満たしているアーティストがほとんどだ。NHK 紅白公式サイトによると、CD の売り上げなどと並んで、インターネットでのダウンロード、ストリーミング、ミュージックビデオ、再生回数、SNS 等についての調査で、本当の流行を図った結果、中高年にとって誰は若者のパワーでストリーミング再生1億回といった数字を残してる。あのさ、この基準もうやめましょって。ストリーミング再生っていうと、まあ、要するにですね、 YouTube だとか、あるいはね、 Amazon Music だとか Spotify のような、まあ、ただで聞くか、あるいはですね、定額料を払ってですね、音楽配信をずっと聞けちゃうね、そういったサービスですけどもね、これこそが数字のかさ上げの温床地帯であって、 F5 アタックが得意なあの国がですね、推しアイドルのためにガンガン再生しちゃうから、こういう不正を嫌って米国のビルボードではですね、カウントのね、計算方法を改変してきたのに、 NHK はその事実をガン無視してるようでございます。もうはーってため息しか出ませんけれどもと。ただどんなに若者に媚びても紅白を見てもらえるとは限らない。今の若者は長時間興味があるものとないものが入り乱れたものを見る習慣がない。テレビがなくても YouTube や TikTok 等で興味があるものだけ好きな時間に見ているからだ。たとえ好きなアーティストが出場するとしても、曲順から事前に推測される出演時刻や今誰が出演しているかを調べつつ、そのアーティストが映ってる間だけ見ればよい。これでは視聴率や受信料徴収の促進につながるとは考えにくい。
ああなるほど、それでかと、なんか謎が解けた気がします。 K-POP やジャニーズが多数出演させていた理由というのがですね、その答えは後ほどに一旦記事に戻りますと。でさらに NHK にとって露骨な若年層狙いが悪手だったのは、もともと確保できていたはずの中高年の地図をごっそり削ってしまったことだ。演歌組は激減、工藤静香や篠原涼子の意表をつく選出で中高年のことも忘れてませんよポーズを見せたところで、今度は誰ではなくなぜと人選の意味不明さを変えて不満を募らせることとなった。いやーほんとそうだよね。今更キムタクの女房をね出してね、あーらしようとかってね、そんなの聞きたかないんだって。いやね、100歩譲ってですけれどもね、工藤静香はまだ高砂に吹かれてたとかね、無言色っぽいだとかヒット曲が複数あるので、それでメドレーでもやればいいかもしれませんけども、篠原涼子って何さ、小室哲哉が作った曲愛しさと切なさとってあれだけでしょ。一発屋以外の何者でもありませんし、どうせ一発屋を出すのであればカルロス・トシキ&オメガトライブのね、君は 1000% 星よ素直な瞳での方が俺は聞きたい派なんだけどもすいません、ついつい歌っちゃいましたけれどもと。で、若年層偏唱と相まって、ハッシュタグ紅白見ないばかりか、ハッシュタグ NHK 解体、ハッシュタグ NHK 不要とネット上で揶揄されるようになった。いやーマジな話、見たくない連中が大勢いるので、本当はですね、ハッシュタグ紅白見ないじゃなくてですね、ハッシュタグ NHK 金返せが世間一般の認識だと思いますけども、とね、もはやテレビ離れは若者だけの現象ではなくなっていることがワールドカップで如実に見られた。視聴率や国民の熱狂度で紅白と同等以上の日本代表戦だが、平均世帯視聴率は熱狂度や日本の大金星を挙げる躍進ぷりを鑑みるとやや物足りないものとなった。ドイツ戦が 35.3%、 コスタリカ戦が 42.9%、 スペイン戦が 22.4%、 決勝トーナメントのクロアチア戦は 34.6%、 過去と比べた感覚だとあと 10% ほど足りないと感じる。それがどこに行ったかといえばアベマだ。あー僕もそんな感じ。日本代表戦4試合は全てアベマで視聴しました。でアベマは本田の解説がツイッターにトレンド入り、本田の解説が聞けるアベマにテレビで見るより断然面白いと移動したようだ。僕も最初はですね、ワールドカップの放映権全試合を買い取ったサイバーエージェントに敬意を表し、彼らが運営するですね、アベマ TV の方を見ていたんですけども、いやいやこれがどうして、本田もそうですけどもね、牧野だとか、ゴン中山だとか、まあ解説陣のクオリティ、それからね、バラエティの広さ、これね、テレビ局と同等以上で面白くてですね、だからこれリピートする気もわかる気がすると。で、視聴数の年齢層などは公表されていないが、関連ツイートは若年層だけでなく中高年からも多く投稿されていた。画質はテレビよりも劣るし、タイムラグも数十秒ある。それでも日本人の多くの層が新たに気づいてしまった。本当に面白いものを見るために、楽しい時間を過ごすためにテレビに固執する理由などどこにもないことを、おしまいということで、これ最後の方にも書いてあった通りですね、国民は本当に面白いものを見たいとすごくシンプルに思ってるんですね。なんかよくわかんない指標を用いてですね、人選をブラックボックス化してわけわかんない風にこう解約し続けているのが今の NHK 紅白ですよ。で僕記事読みの最中にですね、謎が解けたって言いましたけどもね、何の謎が解けたのか、 K-POP やジャニーズを多数ね出場させている、その謎がですね、僕なりに分かった、理解できたということです。今回の紅白は K-POP 系がですね、男女合わせて5組、それからジャニーズ系が6組とですね、もうこれでも勝ってくらい偏ってるんですけども、これって結局のところね、今の若年の視聴スタイルから逆算して完全なる意図を持って偏らせたんだと思います。それのヒントみたいなのがこの記事に書いてありまして、それがねちょっとこの部分なんですけども、たとえ好きなアーティストが出場するとしても、曲順から事前に推測される出演時刻や今誰が出演してるかを調べつつ、そのアーティストが映ってる間だけ見れば良い。つまりですね、 K-POP1 組だとね、その1組の出演時間だけ視聴して、それ以降ですね離脱していく。じゃあどうすればいいか、 K-POP を5組にすればですね、 K-POP ファンという括りの中でですね、個別のファンじゃなくてね、 K-POP ファンという括りの中でそれら5組が終了するまで NHK の視聴から離脱しないと。ジャニーズファンも同様にですね、6組が終了するまではジャニーズファンがとどまってくるのではないかと、まあそんなね意図を感じます。結
局離脱しやすい若年層の視聴を維持するがためにですね、似たような世界観のグループを連続して出し続ける、こういった狙いがですね僕には見えちゃいましたってことでね、がまあマーケティング的にはですねそれはね正解かもしれませんけれども、公共放送としてやるべきことじゃないですよね。だってある事務所のねアーティストとかある国のアーティストをですね固めて音楽を流すっていうのはね、これ公共放送として一番やってはならないというか一番遠い話でしょう。なんで紅白だけはそれが許されるのか、バカバカしいにも程がある、X っていう感じですよ。とりあえずこの紅白の話題に関してはですね、昨年がね平均世帯視聴率 34% ということですからね、今年はそれがね 29% ぐらいまでがっつりと落ちてですね、演出人選の方向性に問題があることをね来年早々証明されることをね強く強く望みますと。さてお次の話題はなんかもうね防衛費を上げるって言ったらあちこちからですねお花畑論者がね湧いてきた話を、ニューズウィークより見出しがですね、ミサイルが飛んできても反撃しないことこそが日本の抑止力だということで本文を抜粋して読んでいきましょう。反撃能力という言葉を聞くと日本が攻撃された後に反撃する対象に他国の基地も含めるかどうかという問題だと思ってしまう。しかし実際はそうではない。反撃能力の保有とは相手国が攻撃に着手した段階で他国の基地や司令部中枢を攻撃する能力を保持しようとするものだ。さらに攻撃に着手とはいかなる事態を指すのか具体的に定義されていないため、極端な場合、例えば他国が軍事演習を行うために部隊を移動させたり戦艦が日本領海に接近したりすることを攻撃に着手するとみなして攻撃することもできてしまう。反撃能力の保持とは事実上日本が先制攻撃を行う、つまり戦争を仕掛けることを可能にするものだ。この記事書いた人マジで頭大丈夫でしょうかねと。専守防衛の中でそんなことするわけないだろうって。反撃能力を使うとしたならば日本は運用面において領土領海に敵国のミサイルが着弾しない限りまず動くことはないでしょう。被弾者の皆さんは極論をぶって先制攻撃と反撃をですねガッチャンコする議論が大好きなようでございますよと。で、現在のウクライナ対ロシアでは世界世論の多数がウクライナを支持している。それはこの戦争がロシアによるウクライナへの一方的な侵略が明白だからだ。仮にこの戦争の端緒がウクライナによる予防的な先制攻撃だったり、ウクライナが公然と国境を越えてロシアに反撃したようなことがあった場合、世論の支持は今ほど強くなかっただろう。ウクライナに対する兵器や物資の支援も今よりは少なかっただろうし、エネルギー問題などを背景にロシアの侵略を容認する国ももっと出てきていたかもしれない。もう乾いた笑いしか出ませんけどもと。世界の世論がウクライナを支持しているのはね、まあそれはウクライナが当初反撃しなかったからっていう、その理論はまあ確かにそうかもしれませんけども、一方で、ウクライナは多大な犠牲を払っています。膨大な犠牲者と膨大な町の破壊を見てですね、世界の世論は味方したのであってね、国が破壊されてから世界の世論を味方につけても、それでは国家としては成立しないんですよ。もう本当に左利きとこじらせすぎですと。で、日本はウクライナ以上に単独で戦争を継続する能力がない国だ。だとするならば、世界世論の支持を受けることが外交戦略上最もプライオリティが高い選択となる。したがって、たとえ衝撃を受けてでも、こちらの方から攻撃することはしないという道徳的な態度を取り続けることが、長い目で見れば被害を最小限にする現実的な選択と言えよう。その話、今すぐウクライナに行って喋ってこいって、多分100人中の100人が、You are ルーピーって言うでしょうよと。日本がこちらから侵略をすることはないので急だという声もあるだろう。しかし、本当にそう言えるだろうか。政治家もそれに引きずられていく。こう言ってる左利き諸君が実は一番ね、日本人をバカにしてるんですよ。だってそうでしょ？これだけ温和の国民に対して暴走するって言ってるんですからね。あんたらはそれを言う前にね、すでに暴走している中国と北の将軍にね、文句一つでも言ったらどうかと。ほんと左翼は不思議ちゃんですと。で、つい先日も防衛省がインフルエンサーを利用した世論工作を計画していることが明らかになった。特定国への敵対心を煽り、反戦への機運を払拭するというものだ。また、日本には自衛の名のもとにアジア太平洋に惨禍をもたらすことになる侵略戦争を開始した前科がある。この記事書いてる人ね、もう署名記事なんで名前言っちゃいますけども、藤崎正人って言いましてですね、その藤崎さんって方はですね、埼玉工業大学の非常勤講師もやってるそうなんですけども、埼玉工業大学の学生の皆さん、ほんと気の毒すぎますわ。そもそも工業大学の先生なんですからね、IT とか AI の方にはね、詳しいと思うんですけども、防衛省のね、今出てきたその情報というのは、
共同通信の飛ばし記事で日本に対して世論工作をかけるんじゃなくてですね、敵国のプロパガンダ情報がね、ネットとか SNS にこう溢れ出るのでね、それを検知特定していきましょうと。そのためには防衛省でも AI の研究をしなきゃいけないよねという話なのでね、そういった話が出てるんですよ。ですから大学講師が共同のね飛ばし記事を信用してどうすんだって、もうマジで終わってると思いますと。で、今の国際情勢の中で世界世論を味方につけたウクライナはロシアに全く割に合わない戦争を行わせているんだしかし日本ではウクライナ戦争以降こうした概念についての議論は後継化してしまったように見える。だが今こそそれを再評価していくことが急務だ。逆にみすみす他国に軍拡を行う口実を与え先制攻撃能力を獲得しようとする日本の軍拡は脅威を減らすどころか戦争の危機をかえって高めることになるだろう。おしまいということで、この記事長文につきところどころすっ飛ばしております。全文審査からは概要のリンクからご覧ください。でね、昨日の動画で紹介した東京新聞と同等以上にこの記事はお花畑を発揮しておりますもうどうなってんだろうね。結局この人たちが言ってることはですね、日本が攻撃を受けて多数の人が亡くなったとしても道徳的優位性のために仕方がないって言ってるようなもんなんですよ。10万人20万人亡くなってね、そしてビルが壊されて、でね、道が破壊されたとしても世界の世論を味方につければその後日本のね形勢有利になってくると、そんな風にでも思ってんじゃないのかと。被害を出さないようにするために力をつけるという発想が微塵も感じられませんって、もう本当どうなってんでしょうかね。日本は国土面積が狭いのにお花畑論者をね育てる土壌だけはね広いようでございますよと。中路が怪しいと思ってね軍備を整えてるのはね日本だけではありませんし、東欧の国だってそうですしね、左リストがちょっと前までもてはやしてきた衛星中立国のスイスに至ってはですね軍備を増強していますしね、もともと徴兵制度もある国なんで、ね、実は全然ね軍事国家でございまして、左リストの皆さんね、ウクライナの現地はね、まあ戦時中だからね実際行くことは無理でしょうけども、世界で一番幸せな国と言われたプータンの方ね、こっちの方ね機会があったら見に行ってきてください。中国に国境を接しながら軍備を整えなかった国が今一体どうなってるかってのをね、国境付近の村がどんどん入植されてどんどん取られていってます。あんたらそのブータンにでもなるとでも言いたいんでしょうか。まあある意味ですけどもね、左翼の脳内は世界一の幸福度ですからね、それもありって思ってるのかもしれませんけども、いやーため息しか出ませんねってことで、今日も話が長くなりましたのでこれくらいにして最後はほっこりなぞかけで締めたいと思います。NHK の歌合戦とかけまして、出張ついでに遊ぶ届きます。その心は紅白します最近めっきり出張がなくなってしまいまして、出張ついでに遊ぶっていう機会もねどん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 減ってきておりますよ。だからなんとかして仕事で出張をね作ろうとしてるささやでございますけどね、地方として講演会なんか開けばね、その旅費経費で落とせるんかなと、脳内が幸せ回路発動中でございますけども、本日も面白かったためになっておりますね。チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ささやでした。 Thank you.